こんにちは。世界を楽園にする映画監督、アーティスト、松山玲奈です、えー。本日も、あの、もう3年、4年目になります、ラジオ番組の収録をしています。本日のゲストは、えー、現在、中学生動物写真家として、えー、多方面で活躍中です。富士フィルムの最年少個展、そして、えー、広報日野の,の表紙に今なっています。 注目の少女写真家愛社さんにスタジオにお越しいただきました。はい、こんにちは愛社です。えっと今回は長山さんのゲストとして出演しています。 遠,くね、遠いところをご足労いただきまして <laughs> <laughs> ありがとうございますと言いながら、はい、実は私たちあの我が家今スタジオからお届けしていますはいもう徒歩数分ですあ数分ぐらいは数秒です <laughs> 徒歩数秒で来ていただきました <laughs> 受験生でもアイシャさんねお部屋から徒歩数秒で来ていただいたわけなんですが実を言いますとアイシャさんと私はちょっと特別な 関係が <laughs> <laughs> ありまして、<laughs> ありまして、えどんな関係があるんですか？<laughs> 母と娘です。じゃーん！実はーってみんな知っとるわーっていう。いやーもう顔が似てるから。<laughs> <laughs> 本当ですねー。はい、あのアイシャさん、えーと、子供の時から今も子供ですけど、小さい時から動物写真を、えー、パパさんである。 えー、某えマネージャーの S さんが <S, <laughs> S さんが, <S S さんが、えー、毎日、えー、毎週末一緒に写真を撮ってそしてそれを Facebook にアップしてくれてそうするといろんな方からいいねって言っていただいてそして <laughs> あの現在ではこう展覧会をさせていただくまでだったんですけれども今日はそんな愛イさんの, <laughs> あの秘密を明らかにしていきたいと思います。 何かそのコメント欄でもし質問とかもあったら読めたら読んでいこうと思うんで、かんたらください。で、まずですね、愛車さんが動物写真を撮るきっかけになったことっていうのは何かありますでしょうか。はい、ええー、私が動物写真を撮るようになったきっかけはもともと私がすごい動物が好きなんですよ。はい。一番最初に喋った言葉が、お母さんでもお父さんでもなくあの。 ととというとても筋金入りの動物的なんですよ。でそれで恐竜とか大きい動物に興味がありましてあのお父さんと一緒にあの恐竜の展示会というかあの博物館的なところに行きましてでそこであのお父さんの持っているカメラを借りて写真を撮ってみたことがきっかけです。あれは何歳ぐらいの時だっったんで うんあのアイシャさんは本当今言った通り乳母車で赤ちゃんの時にお散歩をしていてもいきなり指さすんですね <laughs> 指さした先に何があるのかなっていうといつも大体共通点があってワンちゃんんとかがいるんですよ、はい、でまだ喋れない時からだよ。 喋れないときから赤ちゃんで歩いてると遠くにいるワンちゃんを見つけてすごく喜ぶ、そんな赤ちゃんでした <laughs>、はい、なんかそうやって恥ずかなんか話せると恥ずかしいですね。<laughs> なんかこう、三つ子の魂、あなんだっけ、100まで,100までっていう言葉がありますけど、アイシャさんについては本当に小さいときから動物が大好きで、そのまますくすくずんずんと育ってきたなっていうところがあります。 あの愛ャさんといえばこの動物写真家の小原玲さんの一番弟子というふうに言われてますけれどもその師匠の小原さんと出会ったきっかけとかその時の印象とか教えてください。はい、えっと私のお父さんあの某マネージャーの,あの人がずっともともと小原さんと知り合いで,でそれであの私の娘は。 いや写真できるんだよということを小原さんに話しましてで小原さんのトークショーを見に行ったんですよでそこでちょっといろいろ話をさせていただいてでその後はあと私が小学校5年生の頃だったんですけどあの北海道にシマエナガっていう可愛いい鳥がいるんですよその子を鳥に一緒に行ったことがきっかけですね あの小学校5年生の時のアイシャさんは、今よりもずっと背が小さくて、なんか雪の中に埋もれそうなぐらいちっちゃくて、大きなレンズを撮ってる写真がありますね <laughs>、はい、もうあの時はあは、全員、周り何人かあの一緒にいた人がいたんですけど、その中でも子供は私だけで、その子がもう雪の中で重き大きいレンズを持って撮影するとかいうの結構シールでしたね。 そうでしたね。その時小原さんと一緒に撮影をしてみてどんなふうに感じましたか、えっと、やはり小原さんのは教えるのがうまいというかまず、あのー、3日間撮ったんですけどあの1日目はなかなかいい写真が撮れずにいたんですけど1日目の夜に、あのー、みんなで反省会みたいなのをしまして。 でまずはあの鳥のよく止まる枝を覚えておくこと、鳥の動きを覚えておくこと、で次に動物と目線を合わせること、これがあのカメラにおいてすごい初歩的な重要なところなんですけど、目線が合うことにより、あの自分も愛の友達になったような気持ちになれるので、そういう撮り方をあの本格的に教えてくれたのはやはり小原さんですね。 なんか鳥ってすごく目がちっちゃくって、目が合うとかいう感覚は今までなかったんですが、実際に、あ、今目が合ったとか、あと表情とかあるんですかはい、もう、目が合ってきゃもう一瞬でわかりますし、表情があるのも、意外と表情があって面白いのが、あの、私がいつも撮ってるカワスミっていう鳥なんですけど、その鳥はあの、川にダイブして魚を撮ること有名なんですよ。 でも若い子だとたまに魚と間違えて落ち葉を取ってしまってそのあと「あれ?」みたいなすごい驚いた顔するんですよ。え「え魚取ろうと思ったのに?」みたいなそんな時のなんか取り繕う顔というか「え私何にもしてませんけど」みたいな顔が結構面白いですね。なるほど。あの,この、えー、かちょっと今その写真を出してみたいと思うんですけれども。 ちょっと今一回カワセミの写真、フェイスブックやあと YouTube でご覧をいただいている皆さんは、えー、拝見していただけると思うんですけれども、ちょっと待ってくださいね。ーあーい,い、ね、しゃ YouTube の方は後でフル動画を出すので、まずはゃあこの中ね愛車フォトグラフィーの中にありますかね。 ちょっと待ってくださいね。こ,のこっちがいいか。ちょっとえパパさんが送ってくれたものの中からこ,れこっちか。これじゃこのここから。これは青サギですね。これは青サギ <laughs> じゃあですね、これを。 じゃあこの順番でお話しいただいてもいいですか？はい、わかりました。今これフェイスブックでうまくシェアできてますか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫そうですね。じゃあこちらのお話をちょっとお伺いしたいんですけど、これは何の鳥ですか？はい、えー、っとこれはあの先ほども言ったんですけど、はい、アオサギという種類の鳥ですね。どこで撮影をしたんですか？ はい、えっと、これは本当、私が日野市に住んでるんですけど、その近くの川で撮りましたね。場所はあまり深くは言えないんですけど、えー、その時に、ちょうどあの、日野の自然を守る会の人たちと一緒に撮影していたんですよ。日野自然を守る会っていうのは地域の団体ですね。で、それであのー、ちょっと上をパッと見たら、青崎って意外と大きくて、多分私と、 同じぐらいか少し低いぐらいの大きさなんですよ。まあ私150センチなんですけど、その時にあの、空を見上げるとすごい大きな鳥が、影が見えるんですよね。そうやって急いで撮ったんですけど、ちょうどあの、後ろの民家と青鷺の背中のあの、向きといいますか、それがぴったり合っていて面白いなって思って撮りましたね。これは、その近くの日の出で撮影したんですね。はい、そうですね。 このアオサギって大きいんですかはい。アオサギはかなり大きいですね。私が普段撮ってる子があのカワスミといってとても小さな鳥なので余計大きく見えますね。なるほど。では次のお写真に行ってみたいと思います。これは、えー、何のお写真ですかはい、えー。これもすごいあのー、東京のどこにでもいると言われている カルガモという鳥の,名前なん鳥の写真なんですけどこの写真を撮った時に私はまだ小学校5年生だったんですよね。<ー>であのここはシャクー公園というところで撮ったんですけどシャクー公園はすごい紅葉が綺麗な場所でして<ー>ちょっと赤っぽい紅葉が載ってたりとかあと黄色い紅葉だと緑の紅葉樹じゃない木,が木の色が混ざっていて。 すごく綺麗だなって思って撮りました水面の色がとっても綺麗ですねはい、はい、では次の写真に行ってみたいと思いますこれは雪のような感じですがはいえー、まさかの雪と桜とカルガモのどの季節なんだというわからない写真なんですけどこれは一応春ですね えー、春に大雪が降ったことがありまして、で、その時に、もうすぐ家の近くなので、取りに行こうっていうことになりまして、で、そしたら、あの、雪の中でポツンっているカルガモが見えたので、桜と一緒に照りましたね。これも雪なのか、桜吹雪なのかわからないという不思議な写真になっております。 なるほど。あの、この日実は私も一緒に撮影に行っていたんですけれども、あの、いきなり桜の時期に雪が降るっていうことは、今まで生まれてきて初めてのことだったので、本当にびっくりしましたね。はい。いやー、私も14年間という、あの、少ない年月を生きておりますが、こんな、 ところを見たのは初めてと言いますか、そもそも桜って日本以外にあんまイメージがないじゃないですか。しかも東京ってそこまで雪が降らないんですよ。それなのに春に雪が降るっていうのはおかしくて、でも最近の異常気象を感じさせる写真ですね。そうですね。美しいんだけどちょっとするとだんだん背筋がゾッとする。そうですよね。えー、<laughs> なんか綺麗って言っていいのかなみたいな。 いやー、ね、その光景自体は綺麗なんですけどね。季節がはい。あのこの、えー、寒い時にも愛紗さんはこうず結構長い時間カメラ持って外にいたと思うんですけれども、普段この動物の撮影をする時というのはこう。街の時間っていうのは結構長いんですか？えっとその時にもよるんですけど、一が1番短くて5分。 で一番長くても、うセンチから行って、昼、12時になっても、来ないとか。でも、少し粘ろうと思って、1時まで待っても、いないということも結構、まあ、ありますね、バインと、あの、場合によっては。じゃあ、そのカメラの前で、シャッターチャンスが来るまで、何時間も待つときもある。とうことなんですかはい、そうですね。 あの私そもそもそこまで待つのが得意ではないんですよ。でも遠いの時だと待てますね。うんその、えー、いい瞬間っていうのはどうやって、えー、見つけて取る何かコツがあるんですか。うんまずはもう本当に一番大切と言いますかまずここがちゃんとしてなきゃ取れないっていうのが場所ですね。あの自分の起きのポイントを覚えて。 起きますというかあのとにかく鳥が来ないことには取れないので。で、次に鳥が来たとしても、慌てずに落ち着いて静かに、あの、大きな声を立てると鳥が逃げてしまったりとかもあるので、もう静かに機械をじーっと待って、で、ここだと思った瞬間に、もう静かだけど反応速度は速く、パッとということですね。 なるほど。そういった工夫があるんですね。あの、他に、こう、いい写真を撮るコツみたいなものが、もしあったら教えてください。コツですかね。あの、私の場合は、動物の動きをよく見ることですね。あの、例えば、カワスミなんですけど、水に飛び込む狩りをするんですけど、その時に、だいたいどこら辺に飛び込むだろうなっていうことを予測したとか、うん、で、あと、 水面にまずピントを合わせるんですよ、うん、で水面から飛び込んできたカワミをバーッと取るっていうこともできますしであと私がよくやってるのが、あのー、マニュアルモードというモードの AF ロックってやつなんですよね AF ロックっていうのはあのその AF という、あのー、四角い枠みたいのがありましてそこにピント合わせるってやつなんですけどあのー、ピンがすぐに合うので 飛んでる鳥とかによく使ってますねそれがちょっと信じられないんですけれども普通このオートフォーカスでその対象に大体真ん中にいる対象にシュッとカメラってピントが合うようになってるじゃないですか、うん、それをアイシャさんはこう動く鳥を、えー、オートフォーカスじゃなくて自分でどこに対象があってどこにピント合わせるかっていうのを自分でその瞬間にやってるって、はい、あの自分の指で押して 押した瞬間にピントが合うので、もうとりあえず動体視力とあの反射神経がとにかく必要ですね、その撮影には目で見て、しかもそれをすぐ手でその動かすっていう <laughs> その、その反射神経がすごいなとありますね。はい 先日、共同通信さんの,あの時の人というコーナーで愛車さんが紹介していただいたんですがその時にあに記者さんがその事実を聞いてととてても驚かれたと聞いています <laughs>、はいあのー、私、フジフィルムっていうカメラでいつも撮ってるんですけどそのフジフィルムの会社の人に行っても驚かれましたね、そんな撮り方してるのかっていう。 そんな撮り方してる方って他になかなかいらっしゃらないんじゃないでしょうか。なので愛車さんしかもその遠くにいる鳥を撮る時ってこう三脚を使って撮る方が野鳥の撮影でも多いと思うんですけど愛車さんさんと三脚ではなく手持ちで撮っています。えー、その遠くにいるものを三脚じゃなく手持ちで撮ってブレたりしないんですかまあとりあえずそこはもう 筋力を鍛えるしかありませんね。愛車さん、実は、その握力が、中学生の同級生女子の中でかなり強いというふうに聞いたんですけど、<laughs> まあ、あのー、だいたい女子の、あのー、平均ぐらいが、二十か二十五の間ぐらいなんですよ。で、私は、キーレの場合は、三十二あります。三十二あるんですか？<laughs> 男子ぐらいあるんです。 多分それぐらいいあるるんじゃななでしょうかねなるほど今はなんかこう細くて弱っこい女子がなんか可愛いみたいな風潮ありますけど愛イさん結構なんか筋肉っていうか <laughs> 強そうですい, <laughs> いやーもうそれぐらいの筋力がないと手持ちはちょっと厳しいと言いますか特に遠くにいるあの,あの次とか撮ってみたらわかるんですけどすぐにブレちゃうんですよ。でなのでもうブレずにもう 脇をキュッと締めてやって取らないとあのいい瞬間が取れたとしてもピンが微妙にボケてるっていうことがあるのでその時はもうとりあえず自分の力を鍛えるしかないですねなるほどあのあさんのその努力というのは一日にしてならずということで <laughs> 鍛えてこられたと思うんですけれどもこの夏愛車さんは えー、六本木にあります富士フィルムの,あのギャラリーでスクエアで、はいえー、展覧会を東京の野鳥たちという展覧会を開催されましたあのその感想というかどんな反響があったのか、えー、どんなふうに感じられたのか教えてください。フィルムフォトサロンとというこころでで撮ったんですけど、あのー、そこは、まあ 自分で言うのもあれなんですけど本当にもう世界中のプロたちが集まっていると言いましょうかもうそういうすごい場所なんですよね。うん、で私はあの若者応援企画ということで、あのー、写真家たちの新しい物語という企画に出させてもらったんですけど、あのー、その時にまずフォトサロン結構大きいところをいただきましてあのフチフムさんが印刷してくれた写真を見るんですよ。 でもそうしたら色が綺麗ってなりましてあのパソコンとかでも十分色は綺麗なんですけど現像してみて初めて色の良さがわかると言いますかうもう本人が一番感動していました。確かにあの愛車さんのこのこ 今、フェイスブックご覧いただいている皆さんは、アイシャーフォトグラフィーという公式フェイスブックページご覧いただいているんですけれども、あのこの中で展覧会のレポートもいろいろ掲載されていると思うんですが、本当に綺麗な色合いにプリントアウトされてましたね。でその現場でのインタビューの様子なんかも、このホームページに載っているんですが、実際、この な3週間の期間に1万人以上の方が、えー、展覧会に来られたっていうことですか ?1 万4千人 ?1 万4千人ですか <laughs> すごいなー <laughs> いや私の在庫しない日もあったので、いや、そこまで人が来てたのかというのが本当にびっくりしました。はい。かなりいろんなメディアでも紹介をしていただきまして、朝日新聞さんですとか、 また東京新聞さんですとか、また赤旗さんですとか、あとフォトコンという雑誌でも、はいはい、7ページの特集を組んでいただいたりあの、様々な形で紹介していただきました。あ、この写真は何ですか <laughs> えっと、はい、実はあの私が在をしていた日に、はい、あのフジフェームの 社長と会長さんが来まして、はい、その時にあの、この時はあの、普通に話しているんですけど、写真の説明と言いましょうか。だってあの、例えばこういう写真はどこで撮らえて、なんでこの写真を撮って、で、この写真のいいところはっていうのを自分で言ってますね。会長さんや社長さんもあの、展覧会に来てくださったんですね。はい。 僕フィジフィルムさんの、あのー、こう注目が、えー、社で集まってるんだなと思いました。なんと最近、アイシャさんはフジフィルムさんの新しい機種を。はい、はい、えっと、めでたいことに、私はフジフィルムの最新機種の XT4 というカメラを手に入れました。 えー、その XT4 というのは、今まで愛 i さんが使ってらした、えー、機種よりもさらに最新版なんですか、はい、今まではあの3を使っていたんですけど、今回は4ということでバージョンアップしておりますすごいですね、このあのあこれも、えー、このフォトコンさんの、えー、取材を受けられたということで、フジフィルムさんから。ははい、はい 直々に。直々に寄贈を受けたっていう。はい。すごい子ですね、本当に。いや、ちょうど。材料を捨てる時に。はい。あの、カメラの色は何がいいんだいと言われまして。はい。あの、ブラックとシルバーがあるんですよ。はい。で、あの、選ばせていただいて。はい。いやー、もう、その約束本当だったんだなって、ちょっと驚いてしまいましたね。ええー、実際に、もう、あの、この、えー、XT4 を使っ。 でアイシャささんん撮影されたんですかはいあのまだ野鳥はちょっと時期的に難しく撮ってはいないんですけどあの今回は私動物好きということで猫カフェで猫を撮っていました猫カフェで猫この写真もアイシャフォトグラフィーに掲載されてるということなんですけれどもはい、はい、あの猫カフェの猫とど,どんな写真これですかね、うん そうですね。これがこの最新の XT4 でアイスさんが撮影された猫の写真です。うん、綺麗ですね。はい。はい。いややはり色がうまく映るというか、特にあのー、あったかい色になるんですよね。硬、あのー、い冷たい感じではなく、猫の柔らかい毛が細かく表現されていて。うん。 この,このふわふわという柔らかい表現が本当に繊細に、えー、ああ消してしまいました <laughs> あのしているんですけどズバリフジフィルムの XT4 の魅力ってどんなところにありますかえっと魅力はたくさんあるんですけど私が思う一番の魅力っていうのはやっぱ色だと思いますね。あの私はカラフルな写真が好きなんですよ。普段撮ってるカワスミってるも あの青とオレンジですごい綺麗な鳥ですしあの野鳥って色とりどりでせっかくならその色を利用してやろうじゃないかとあの色をとってるんですけど特に鳥単体でも美しいんですけど背景を意識して撮ったりとか例えばあのこの猫の写真とかはあの背景は,はただの灰色とかにならずに緑とか赤とか青とかを少しずつ入れて全体的なバランスをとってますね。 これはなんとも琥珀色みたいな美しい色で、しかも猫ちゃんの目のキラッとした輝きにもピントがあって、はい、で、こう、おひげとか毛の柔らかい質感も出てて素晴らしいですね。はい、あの、富士フィルムはもともとフィルムを作っていた会社なので、やはり色の技術というのは、あのー、他の会社と比べても抜きに出ているっていうところはありますね。 なるほど。あの、この、えー、富士フィルムのギャラリーでは、アイシャさんの展覧会が開催されているときに、ちょうど、えー、日本で最初の写真家、こう、100年前のカワセミのフィルムで撮った撮影、写真が展示されてましたね。はい、えっと、正確に言うと、フィルムよりもっと前の、あの、ガラス板と言いましょうか、そこにガラスに直接 インクをを出してかな衛星で写真を撮ってるんですけど、あのアイシさんの、えー、この六本木の展覧会を越えてどんな反響がありましたかえっとあの意見箱みたいなものがあったんですけどそこであの来てくれた人の手紙を見たりとかでそう言ってあ,のありがたいなって思ったのと。 あのその場に富士フィルムの職員というかスタッフの方々があのたくさんいたのでそうやって一緒に話をしていてあのお互いあの写真に対する理解を深められましたし富士フ,フィルム側としてもあの新しい若い人が使っているということでいろんなどちらともそうほども刺激を受けて楽しかったですね。であとの自分の写真というのをあまり今まで人に直接ブワッ と見せたようなことはなかったんですけど、自分の個展という形では、あのその時にもう写真がすごくいいね。とか色が綺麗だねって言っていただけてすごく嬉しかったです。本当にありがたいですね。富士フィルムのあの皆様、この場をお借りして、あの私からも感謝の気持ちを伝えたいと思います。しかも歯医さん。 そのフジフィルムの展覧会の時はまだ発表ができなかったんですがその後はいえその後朝日新聞社賞」という賞を取ったんですけどはいあのそれが「日本の自然の写真コンテストという」というところで朝日新聞社賞っていうのはあのた 愛車さんが受賞された朝日新聞社賞なんですけれども、こちらの審査員でおられます、全日本写真連盟の写真家、福田健太郎様が、あの審査員をしていただいて、この上位入賞作品の好評動画というのが、全日本写真連盟チャンネルで公開されてました。はい、あの、私もその映像を見たんですけど、 あのー、その中に結構コメントを頂い,いてでその時に、あのー、確かにすごく待って北海道なので寒いんですよねう,ーでうちの某マネージャーは寒すぎて後ろでストレッチをしていたりとか結構シュールな光景が広がっていたんですけども <laughs> 寒いんだ寒いんですよ雪の中ですねはいもうつららが大きなあの大きなつららになるってことは 本当に寒くてあったかいつらがすぐに折れてしまうんですけどあれはあの2日ぐらい持ってで撮ったんですけどあのその努力が認められるっていうのがすごく嬉しかったですでは、えー、来週はこちらの朝日新聞社賞のお話ですとかまた野鳥撮影のさまざまなあの秘密をですね暴いていきたいと思います。 本日は最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございましたありがとうございました今回のゲスト中学生動物写真家愛車さんの写真をご覧いただける展覧会ご紹介しますグランド日光東京大場ギャラリー21 で開催されます10月30日から11月3日まで11時から18時まで開催されます、えー、展覧会にて愛車さんの作品がご覧いただけますちなみに、えー、私増山れなの、えー、絵画もこちらでご覧いただけますまた日野の、えー、豊田駅の、えー、徒歩、えー、3分ほどにあります豊田市民ギャラリーで増山れなが個展を開催します 10月20日から25日まで午後3時から午後8時まで開催いたしますこの中でも愛車さんの写真プリント展示されておりますので入場は無料となっておりますぜひ皆様ご来場ください最後までお聞きいただきましてありがとうございましたまたお会いしましょうこの放送は株式会社 KYI マッキー リズム様の提供でお送りいたしました。